はい、こんにちは。今回は、オープニングどうでしたか？あったからつけてみました。はい。で、今回はね、シープメントやってきたんだけど、俺は怒っている。俺は怒っているよ。誰に勝って？スレッジハンマーと、性格悪い雑魚に怒ってる俺は。まず、そうやな。この試合は、見くいじなしで100キルしてきたやつに、続けてやっていきます。で、まず運営になぜ怒ってるか。運営になぜ怒ってるか。そうやな。レクイジ直しろ。レクイジ直しろ。レクイジ流行りすぎ。でもね、これはしょうがないね。みんな使うもん。俺だって使ってるレクイジ。このマップでレクイジは強い。だからしょうがない。使うわ。でも、だからこれさ、俺、ノラでやったんだけどさ、10試合ぐらい。もうパーティーには勝てない。リクイジパーティーにはもう何したって勝てない。このマップで、リクイジ空挺ガンナー回されたら、もうどうなるか、もう予想つくよね。もう手のつけようがないわ。そんなことされたら。これが一人ならいいんだけど、パーティーなんでね。もう3、4回出してくるわけですよ。それを。無理やろ？無理無理無理。レクイジ多い方が勝つモード、これ。完全にね。どんな雑魚でもさ、このマップならさ、だいたいたまんじゃん。それがさらにやばいことになってる。これは運営がね、さっさとレクイジ直しないのが悪いよね。こうなって、これが現状だわ。はいで、そうだな、次は、ユーザー、雑魚どもについて怒ってんだけど、嫌がらせしてくんねよ。勝てないからって。スモークポイポイしてきたりさ、角待ちランチャーしてきたりさ、全く関係ないとこで一生出てこないやつ。お前らに言ってるわ。そうだな。スモークポイポイ。毒ガスもそうだけど、スモークポイポイ。やめてくれ。スモークポイポイして、ね、死んで、またスモークポイポイして。見えねえわ。見えねえって。味方も敵もさ、自分も見えないじゃん。誰も見えねえよ、そんな。FPS じゃねえよ。ただ、隠れんぼやってっから、そんな。やめてくれ。スモークポイポイすんな。いるからね、一部ね。そいつのキル数見たらもう20キルとかそこら辺だし。このマップで最初から最後いて20キルとかやべえから。だからさ、嫌がらせしてこないで。性格悪すぎる。あと、ライトマシンガンでずっと持ってるやつ。このマップでいいもんだよ。TDM とか、ハーポかドミネじゃなきゃ別に持ってもいいけど、ドミネとかでさ、全く関係ないとこで、ライトマシンガン使ってイモってんのやめろや。このマップでもイモる。どんだけキル入れ欲しいんだよ。このマップでイモんの？普通に考えて、トツルマップだってわかんだろう。イモるマップじゃねえよ、どう考えても。無理だろう。こんなとこでイモってもな、キル入れ上がんねえから、せめて旗取り来いよ。ライトマシンガンで頭出しして、固める。それはね、わかる。それ戦法だから。それはわかる。でも、A や C の根底なんじゃん。あそこからライトマシンガンで伏せてずっと出てこねえ。お前ら。何してんの？敵でさ、イモってるやつがいてもさ、壁抜けばいい話だけどさ、ね、味方にそんなやついたらさ、やべえもん。本当に、ただお願いだから。お願いだから、このゲーム、このマップはね、旗取らなくても、トツるだけでね、トツってキルするだけでね、貢献できるから、このマップは。 誰でもキルできるでしょ、こんな狭いんだから。それすらしないってどういうこと？このマップでイモるってどういうこと？ねえ。キルレ上がんねえよ。上がんねえ、上がんねえ。もうキルレ気にしてる人は、このモード来ない方がいいね。そうだな。雑魚はね、このマップね、無理だよ。狩られるだけ。
リスキルされてリスキルされてリスキルされても嫌になる気持ちもわかる。でもね、もうそれなら別のモード行けばいいじゃん。普通のドミネーション行ったりすればいいじゃん。なのに、あのさ、勝てないからスモークポイポイとかさ、ね、あと、そうだな、ライトマシンガンでずっと持ったり、勝てないからって、突撃しても勝てないからって。なんなん?何がしてん?あと、ランチャーな?ランチャー。今さ、チラッと見えたけどさ、ランチャー、俺の味方にも。ランチャーでキルするより、SMG でさ、走ってやった方がキルできるから。ねランチャーで角待ちしてきたらボーンって、自分ごと死ぬっていう。自分ごとあの敵を道連れにするっていう。お前、自爆技、やめろ、お前、ベジータか、お前は。なあ、勘弁してくれ、それは。うん。味方でも、何してんだ、こいつって思うからな。私は B 型とかでね、それやってくれるのはね、結構ね、まあ、貢献できるからいいんだけど。全然関係ねえところで、勝手に自爆してさ、ふざけんなよ。お前。それはマジでないわ。うん。面白いけどね、それは。もうやめてほしいわ。だからもう何が言いたいかっていうと、運営はさっさと、レクジー直しろ。レクジー直しろ。そして、そうだな。まだ初心者の、諸君はね、本当にもう、うまくなろうと努力してくんねえかな。ねえ。スモークポイポイしてもさ、うまくなれないから。当たり前じゃん。だって、あれでしょ?走って L に押して死ぬだけでしょ、それ。うまくなれるわけないじゃん、そんな。いつまで経ってもそういうことしてんのか?マジでやめてほしいわ。久々にあれだね。本当にマジでイラついた。シップメント、カミアップだからさ。よし、これでやっと笑わず楽しくなるって思ったらこのざまよ。まあ、レクジ祭りは予想してたけど、まさかスモークポイポイしてくるやつがいるとはな、思わなかったな。ねえ、スモークポイポイさ、強くねえぞ。あれ。だって味方も見えねえから強くねえよ、そりゃ。うん。隠れんぼになるから、それ。だから、ね。本当にね。やめて。もう、あれは、もう、スモーク、もう本当にね、ショットガンに殺されるとか、レクジに回されるとか、そうじゃなくて、本当にスモークポイポイだけね、めっちゃ俺メンタルに効いたわ。あれあんなに嫌なんだなって思った。俺弱点、スモークポイポイされることだったわ。あれほど嫌なことなかったね。だみんな嫌な気持ちだよ。俺だけじゃなくて。見えねえの。FPS なのに、視界全部真っ白ってさ、それ泣くでしょ。ねえ。メンタル弱い人だったら泣いてるわ。はい。で、そうだな。もう、話すこともないな。もう、レクイジはね、もう、しょうがないっすね。このマップ、本当にね、楽しいんだよ。楽しい、このマップは。だけど、運営がね、何も考えてないから。神作 COD4 の神アップをそのまま持ってきただけで、運営は別に偉くないから。スイッチハマーも何も偉くないからね。これに関しては。まあ、追加したら、よくやったって感じだな。よくやったな。おん、って感じ。超上から見せるんだけど、そんな感じだね。さっさと直して、レクイジは。はい。しばらくは、そうだな。このマップの動画上げまくるから。楽しい、このマップは。はい。ということで、今回はこれで終わります。お疲れ様でした。